装着完了。なんで着替えた？が可愛いかなって。はあ、はあ、ママが遅い日は夕飯前に食べるんだ。すごいでしょ、一人鍋。厳しいというか。たまに一緒に食べる。なんか持ってきたろ。気になっちゃう。別に。に早く山田の卒アルを見ることになるとは。修学旅行か。うん、日課。山田だな。どういう意味？あ、これ全部先に見つける。全部何か食べてるな。ピアノやってるのか。1年くらい。全部すぐやめちゃったけど、いろいろやらせてもらったのに人よりうまくできなくて。そんな私を察してすぐにやめさせてくれた。後から入ってきた子に抜かされるのが嫌で、私立落ちた時も鼻怪我した時も決まって私の好きなごちそうを作ってくれるの。いい親だ。うん、私は周りの人に恵まれすぎてて。でも最近怖い。自分がすごく迷惑かけてるって気づけてなくて、大切な人にも嫌われちゃうんじゃないか。泣きすぎ。迷惑なら迷惑、嫌なら嫌だ。親御さんのことはわからないけど。ずっとモヤモヤしてたこと聞いてもいい？2日くらい市川は図書室に来なかったことあったでしょ、とかがあったって本当なのかな。嫌なことは嫌だって違うと思う。市川が優しいこと知ってる。嘘ついてごめん。ただ傷つきたくなくて、自分が弱すぎた。嫌われるのが怖かっただけ。僕たちは似ている。